有明でのナンバーアンダーライン愛初日公演平野翔の静着害が引き起こした観客の悲鳴ナンバーアンダーライン愛初日公演ファンの心をわしづかみにしたセクシーすぎる演出の真相とは2024年8月東京有明で行われたナンバーアンダーライン愛の初日公演は多くのファンにとって忘れられない一夜となりましたこのコンサートはただの音楽イベントではなく まるるでで夢のようなな時間を提供する特別な体験でした平野翔の静着替シーンでは観客から悲鳴が上がりその演出がセクシーすぎると話題になりました観客たちはその瞬間をカメラに収めようと必死になりスマートフォンを掲げる姿が見られましたがそれが他の観客の視界を妨げることもしばしばでしたこの問題について ファン同士が互いに配慮し合う必要性が強調されました。ファンの皆さんからの感想は熱狂的で、ナンバーアンダーラインアイに対する愛情が溢れていました。あるファンは、皆さんの感想を聞いていて、やっぱりナンバーアンダーラインアイに会いたい、と感激の声を寄せ、一方で、いつか会える日まで初日お疲れ様でした、と感謝の気持ちを表しました。 コンサートの詳細なレポートや感想が SNS に多く投稿され、その中には、アマプラ配信がすごく楽しみといった声も多く見られました。平野翔の背中が好きなファンも多く、彼のパフォーマンスに対する期待が高まっていました。コンサートのセットリストや演出に関する情報もファンの間で共有され、特に、名前を教えてという楽曲でのパフォーマンスが話題となりました。 平野翔が濃いベージュのスーツを着て踊る姿は多くのファンの心をつかみました。また、3人のメンバーが一緒にパフォーマンスするシーンではその中の良さが強調されファンは彼らの絆に感動しました。夜の公演では特にバナナという楽曲での演出が印象的でした。3人がぴったり横にくっついてパフォーマンスする姿はまるで家族のような温かさを感じさせました。 平野翔が最初にジン君を真ん中に挟み込むようにして、岸君と一緒にくっついて歌うシーンは、多くのファンの心を溶かしました。このような演出は、彼らの仲の良さを強調し、ファンにとって非常に幸せな瞬間となりました。また、MC の時間には、メンバー同士の温かいやりとりが見られました。例えば、岸君が、今日、家に行っていい と冗談交じりに問いかけるシーンがありましたこのやり取りはファンにとって微笑ましい瞬間でありメンバー同士の絆を感じさせましたさらに平野翔がが仁君に「今日は疲れてるじゃん」と優しく言うシーンもありその親密さがうかがえましたコンサートの中で特に注目されたのは3人のメンバーの名前が入った「ボン」という楽曲でした 平野翔の名前はテレビショーに、仁くんの名前は人に、岸くんの名前は相向きしにそれぞれ含まれており、その発見にファンは驚きと喜びを感じました。このような細かな演出が、ファンとの絆を深める要素となっていました。コンサート終了後、ファンたちは SNS で感想を共有し合い、その熱狂は冷めることがありませんでした。ここだけの話が楽しいですね。 詳しく教えてくださり留守番組ですが共有していただくことで盛り上がれて幸せですといった感謝の声が多く寄せられました。また本当に丁寧に話してくださり感謝しかないです説明がすごく細かくよくわかるのですといったコメントもありファン同士の情報共有が活発に行われました。このようなファンの熱狂はナンバーアンダーラインアイのメンバーにとっても大きな励みとなったことでしょう。 彼らのパフォーマンスがファンに与えた影響は計り知れずその愛情は今後の活動にも大いに反映されることでしょう初日公演が終わった後もファンの期待は高まる一方であり次の公演への期待が膨らんでいますこのようにナンバーアンダーラインアイの初日公演はファンにとって特別な一夜となり多くの感動と喜びをもたらしましたこれからも彼らの活躍に期待しつつ ファンたちはその愛情をさらに深めていくことでしょう。次の公演でどのような驚きや感動が待っているのか、楽しみは尽きません。ナンバーアンダーラインアイの初日公演がもたらした感動と興奮は、ただの一夜限りのものではありませんでした。その後も続く配信や SNS での共有を通じて、ファン同士の絆は深まり、彼らの音楽やパフォーマンスが多くの人々に届いていきました。 これからもナンバーアンダーラインアイの活動を応援し続け、その成長を見守ることができるのは、ファンにとって大きな喜びとなることでしょう。今回の公演を通じて見えたナンバーアンダーラインアイの魅力は、その音楽やパフォーマンスだけでなく、メンバー同士の絆やファンとの強いつながりにもあります。彼らの一挙手一投足がファンにとって大きな意味を持ち、感動を与えることができるのは、 彼ら自身の努力とファンの愛情があってこそです。今後も続く彼らの活動に期待しつつ、私たちファンもその一部として応援し続けていきたいものです。最後に、今回のコンサートを通じて見えたナンバーアンダーラインイの魅力を改めて振り返り、彼らの今後の活躍に期待を寄せつつ、私たち自身もその一部として応援し続けていくことを誓います。 彼らの音楽やパフォーマンスがこれからも多くの人々に感動を与え続けることを願い、その成長を見守り続けることができる幸せを噛みしめつつ、次の公演を楽しみにしています。そして、この一夜がもたらした感動と興奮を胸に、ナンバーアンダーラインアイと共に歩んでいく未来を楽しみにしています。彼らの音楽が私たちに与える力を信じ、 その魅力を多くの人々と共有し続けることで私たち自身も成長し続けることができるでしょうこれからもナンバーアンダーライン I の活動を応援しその成長を見守り続けることで私たち自身もその一部として共に歩んでいくことを誓いますこのようにナンバーアンダーライン I の初日公演は多くのファンにとって特別な一夜となりその感動と興奮は今後も続くことでしょう 彼らの音楽やパフォーマンスが多くの人々に感動を与え続けることを願い、その成長を見守り続けることで、私たち自身もその一部として共に歩んでいくことを誓います。そして、この一夜がもたらした感動と興奮を胸に、ナンバーアンダーラインアイと共に歩んでいく未来を楽しみにしています。この一夜がもたらした感動と興奮を胸に、 ナンバーアンダーラインアイとともに歩んでいく未来を楽しみにしています彼らの音楽が私たちに与える力は計り知れずその魅力を多くの人々と共有し続けることができる幸せをかみしめています今後の活動に期待しつつ私たちファンも彼らを支え続けることができるのは大きな喜びですナンバーアンダーラインアイのメンバーはその才能だけでなく 彼らの人間性やファンへの思いやりによっても多くの人々に愛されています例えば平野翔がコンサート中に見せる優しさや細やかな気配りはファンにとって特別なものです彼の一言一言がファンの心に深く響き彼らをより一層応援したいという気持ちにさせますまたメンバー同士の友情や絆も彼らの魅力の一つです 彼らが見せる自然体のやり取りはファンにとって非常にほほ笑ましく親近感を覚えますこのような彼らの魅力はコンサートだけでなく普段の生活や SNS でも感じられますファンは彼らの日常の一面を垣間見ることができそれが一層の愛着を生むのですナンバーアンダーラインアイのメンバーはファンとの距離を感じさせない温かさを持っており そののの姿勢が多くの人々に愛される理由の一つでしょう。ナンバーア,ンダーライ,ンアイの初日公演はその後の公演に対する期待感を一層高めましたファンは次の公演でも彼らがどのような驚きや感動をもたらしてくれるのか楽しみにしています彼らの音楽やパフォーマンスがどのように進化し新たな魅力を見せてくれるのかその未来が非常に楽しみです